はい、皆さんこんにちは、マチャです。前回の、鞘の限界突破、ブレードの限界突破に続きまして第3弾ということで、一番面倒くさい、補強である立体軌道の限界突破について説明をしていこうと思います。ですね、今日に向けてですね、何時間もかけて配備所を訓練地防衛戦で集めさせていただきました。その配備所でですね、錦装置とかたくさん事前に作らせてもらってます。で、今からですね、ちょっと立体軌道を補強するということなので、ちょっとよいしょよいしょ、今僕が持ってる立体軌道装置が椿プラス99ですね。限界突破はしていません。マット取り速度は1137です。今回ですね、マチャがする限界突破については、前回説明した、始祖から作る方法ではなく、プラス99の既存のものから、限界突破させる方法になります。上級者の方はぜひこれはやるべき、限界突破補強かなと思います。この方法を、3つ使いこなせば、補強は効率よく行えるのかなと思います。ではちょっと配備所が欲しいので、巻き取り装置のスピードも見るということも兼ねてですね、意見があればいつでも来い。ちょっと行ってみましょうか。どの任務を、巨人撃退作戦ね、訓練地防衛戦が非常に配備所を入手するのには効率がいいということですね。言ってることわからないということは、前回マチャが挙げた、鞘ボンベの限界突破の動画を見てください。今回はちょっと段取りが面倒くさいんですけども、はい、まあ、ご案内していこうと思います。では巻き取り装置ちょっと見ていってくださいね。スピードがちょっとあんまり、どうなんだろう、マチャが思うには巻き取りのスピードはあまり変わらないんじゃないかと、限界突破しても変わらないんじゃないかと思ってるんですけど、あえてゆっくり切っていきますね。こんな感じですね。これ早いのかな。早いですかね。普通に、まあ、99かなっていうスピードだと思うんですけど、まあ、今のはちょっとゼロ距離で切っちゃったんであまり参考にならないんですけど、早いかな。今度ブーストかけてみますね。これぐらいですね。じゃあ普通にちょっと急いでみます。それともあれですかね、移動のスピードが上がるのかもしれませんね。これぐらいのスピードが99ですね。この辺でのろしを上げます。すごい活躍ね。まあ、ここはあの雑魚を含めて最終討伐も含めて、まあ、全部で15体倒せば、S ランク達成です。ですから、まあ、雑魚若干残して、まあ、合計15体最終含めて15体やればいいかなと。緊急討伐をやる必要はありません。緊急討伐やっちゃうとめちゃくちゃ時間かかっちゃうんで。抜くのは早い。まだ巨神は残っている。早いかな。限界突破して、まあ、どれぐらいスピードが上がるかですよね。ここの1体残してもいけちゃうんですね。そうですね。はい、まあまあこれでもまあ悪くないなと思うんですよ。まあ、配備所が5枚入ると、ここの配備所を入手して、まあ大体そうだな、4分ぐらいで5枚で、8分で10枚、1時間でまあそこそこ溜まるのかなと思います。で、この配備所を使って、装置を作った、錦の装置を作ったり、錦の鞘を作るという作業になるんですね。まあ、それをちょっと見てるのは多分辛いと思うので、ちゃんと事前に用意させてもらってます。では、武器屋にちょっと今行く前に、
前回も紹介した、ハンネスさんと仲良くなったらこの入手できる兵団購買をセールですね。商品価格が下がるのでお金がまあ結構お求めやすくなるのかなと。で、武器改造する前に必ず、自分が、改造したい、武器の条件や、素材ちゃんとチェックしておいてください。ある程度お金が十分に必要ですのでそこも注意してください。今から案内する方法は、各自の自己責任で行うようにしてください。必ず、改造で操作を間違えても町は責任を負いかねますので、セーブをきっちりして、間違えたらロードしてメインメニューに戻るようにしてください。では始めていきます。ここに、まあ、立体起動装置、椿があるんですけど、ま、あ巻き取り装置で巻き取り速度が1130ですね。これに対して、最初から説明しますね。ここに錦の装置が、まあそこのミッションで、クリアすると配備書が入って1個作れるようになるんですけども、足しても上がらないんですよね。結構厳しい条件になってるんです。限界突破っていうのは、まあ、十分に改造したものを与えないと、まあ、改造できないようになってるんですね。そういうシステムなんです。でここに、まあ、それをちゃんと、条件を満たしたものを用意させてもらってます。で錦の装置を90を足すとプラス9上がるようですね。でさらにこれを改造した錦装置階2、これを足しても、プラス9しか上がらないようです。しかしですね、ここの次に改造したものがこれで三式装置のプラス90、これを足すと限界突破のプラス18が完成するようですね。これは、倍になりますからかなり大きいですよね。ですから、ここの装置はすべてちょっと補強に使おうと思ってますので、ここの装置すべてを、この3式に改造しようと思います。まあ、改造は至って簡単です。お金があれば簡単にすることができます。この情報はあのマイトユーさんからいただきました。今回もありがとうございます。はい、ありがとうございます本当に。ということでですね、マイトユーさんすごいなんか式のなんか理論も送ってくれたんですけども、まあ、案内しやすいこちらから行こうと思いますね。ではちょっと行きます。では改造していきますね。まあ、改造だ。よいしょ。ちょっと操作を間違えることはありますけど、温かく見守ってくださいね。喋ってるのが間違ってるか時もありますから。では改造していきます。ちょっと待ってくださいね。錦装置解、ちょこの段取りがめんどくさいんですよね。だから始祖からやる方法の方が一応そのなんかこうパターンは綺麗っちゃ綺麗なんですよね。全部ちょっと真っ黒にしていけばいいのかな。イメージ的には三式装置以上のものを与えれば数値はちゃんとプラス18で限界突破していくようですね。プラス18ずつ限界突破していくということです。はい、これ間違えて装備しますかでイエスを選ばないように注意してくださいね。でこれもちょっと変えますね。それとあの今ここにあるまあ素材の量なんですけども、合計で補強分があのマイトユーさんの情報だと495必要なんですね。まあ分からない人は前回の動画を見てください。99まで補強したものに対してですね、補強した本体に対して補強されたまあここでしたらあの椿に達しますので、若干レアリティを上げたこの三式装置90が僕でしたら5つ用意しました。ここに、まあ、39に調整したのがあるんですけども、これだけを使っていって限界突破しようと思います。でここからが本題ですね。ではここで、椿に対して、まあ、虹の雫を使ってこの赤字になるですね。赤字になっていく。でここから行っていきます。で0式の椿に対して3式装置のプラス90どんどん足されてますね。18ずつ上がってるのが分かりますかね。で54になりました。0式椿54が完成しました。今日実行します。で順次足していきます。0式椿限界突破プラス90が完成しました。で最後にこの39を足そうとすると97しか足りないんですね。あえてまあこれぐらいにしてるわけなんですけども、足りないので、僕が考えた理論値が、大体ですね、ちょっとまあ掛け合わせる、ちょっとどんな風に掛け合わせるのかもちょっと勉強するためにですね、こうやって掛け合わせています。何でもいいんですけども、2式でも足せば、まあ、上がっていくので、3式と2式はレアリティが近いから上がっていくようですね。はい、で42になりました。
っと前に、いや、失礼、ちょっと操作間違えました。よいしょ。これを44ぐらいにしようと思います。はい。これで間違えて足さないようにお願いしますね。気をつけてね。ではこれと椿を足してみましょう。上がりませんよきっと。ほら98でしょ。今プラス44の3式を足してプラス98ですね。僕の考えている数字では、プラス45で合計値が、トータル495になりますので、プラス45に3式装置を補強しようと思います。足しますね。45が完成しました。3式装置プラス45ですね。でこれを椿に足せばちょうど99になると思います。はい、なりましたね。ゼロ式椿99限界突破が完成しました。巻き取りスピード1330です。という感じでやっていってください。今日はですね、それにおまけで、ボンベもやっていこうと思います。先ほどのやり方で、補強した、配備所で作った鞘、2式装の鞘ができるんですけども、それを3式鞘に改造して、事前にですね、合計値が495になるように、調整させていただいています。これだけの数は必要のようですね。今日は僕、新式の鞘がちょっと作りたいと思いますので、これを限界突破させようと思います。順次足していきますね。これもだからレアリティは立体軌道と同じですね。まあブレードも同じということですね。だからすでにあるブレードの人は同じ方法で3式のブレードを足せばいいんじゃないでしょうかですね。新式の鞘で限界突破プラス91の新式鞘が完成しました。で91でちょっと足りませんね。これを39で足してみましょう。98ですね。98ですね。足りませんね。これちょっと一旦補強してますね。多分あともう一個足せばちょうど495になると思いますので、3式の鞘のプラス40ができました。じゃあこれにボンベで、よいしょ、新式鞘に対してプラス40の3式鞘を足すと、お、完成しましたね。皆さんが求めている新式鞘がここにありますよ。新式鞘の限界突破プラス99が完成しました。今日実行したいです。はい、します。今回まあ安定した性能がありますよね、新式鞘は。ということでお好みで、まあ、装備は変えていただいたらいいのかなと思います。高波は先ほど見ましたから、ちょっとこれあえて新式鞘にしてみますね。で、立体軌道はこれにしようかな。椿にしてみますね。ではテストプレイしてみましょう。配備所欲しいですからね。どんな性能になったかもちょっと気になるところですからね。意見があればいつどのにしようで、連撃をつけると結構狩りやすいです。で巨人撃退作戦の訓練地防衛戦ですね。これすごいですよ。配備所495枚集めるのに90回から100回以上のバトルをしないといけないというこれはちょっとメーカーさんちょっと考えないとダメなんじゃないですかねと私は個人的に思います。はい、欲しい立体軌道とボンベだけこれだけ用意しろとはちょっとインフェルノ以上にきついんじゃないかなと思います。じゃあ行ってみましょう。ちょっとゆっくり行ってみますね。上がったのかな、どうなんだろう。これ速いですか、これ速いのかな。ちょっとゆっくり巻き取ってみますね。今ブーストかけちゃったんで、あんまり変わった感じしないですけどね。わかりました、続きます。まあ、変わるとしたらインフェルノモードで動く巨人に対してのアンカー強度、まあ、抜けにくさはちょっとできてるのかなと思いますけど、これは連撃ですからちょっとスピードはまあ普通に速いです。関係ないということは、何なんでしょうね。でもこの新式サヤのこのブースト圧は、まあ、高波にまあ
ちょっと劣りますけど、まあ結構悪くないですね。刃も3本ありますから、これはまあ0距離で切ったんであまり参考にならないですね。これちょっとこう切ってみましょうか。これ速いですか？なんか99とあまり変わらない感じがするんだけどな。どこなんだろう、視聴者の人が、皆さんがこうどう思いますかって感じですね。変わってない気するんだけどな。それかも、まあ、移動が変わってるのかな。直上から切りましたけどこんな感じですからね。これもうちょっとこう、なんだろう、変わってるかな。これ移動かな。やっぱ抜けにくさの方が分かるのかな。あんまりこう降りてる感じもなんか感じないんだけどね。はい、こんな感じで、今日は収録を終わろうと思います。分かりましたかね、なんか変わってるかどうかなんて。切れ味とか高波の方がよっぽど感動しましたね。まあ、もしよかったら、あの最初の動画、鞘の補強限界突破、ブレードの限界突破もご覧ください。何かコメントとかあったら励みになりますのでよろしくお願いします。チャンネル登録とか、したい人はぜひやってください。お願いいたします。はい、では今回で、まあ、限界突破の動画は最後になるのかなと思います。今まで皆さんご視聴ありがとうございました。他の動画もぜひご覧ください。以上でした。バイ。